岩山市停留場は、長崎県長崎市大橋町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場。駅番号は16。1号系統、2号系統、3号系統が停車する。岩山市停留場は1950年に、本線の大橋停留場から住吉停留場までの区間が、延伸開通したのに合わせて開業した。当初は、 専用軌道区間にある停留場で、住吉方面に向かって、右側を県道が並走していた。岩山市停留場は、平用軌道区間にあり、道路上に、ホームが設けられている。ホームは2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配される。東側にあるのが、長崎駅前方面行き、西側にあるのが、赤挟ま方面行きのホーム。 かつてはホームに横断歩道橋が接続していたが、撤去され、合わせて停留場の設備も改修された。軌道は、隣の浦上車庫停留場との間で、国道206号と分かれ、専用軌道となる。平用軌道から、専用軌道への移行部分、及び、裏道への交差部には警告灯が設置されているが、遮断機はない。 長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、岩屋川と浦上川の合流点、さらには国道206号と県道の交差点があり、交通量が多い。停留場名になっている岩屋橋は停留場の南側、岩屋川に架かる橋のことである。AB 電栗2005、P55、パクリ2005、P157、今尾2009。 p 5 7 a b 百年史、p 1 9 9 a b 百年史、P130ABC 川島 2013P45ABC デングリ宮川2 0 0 0 p 4 8 a b 百年史、p, p 1 1 4百年史、P124 ありがとうございます。